ウォーターフォンを演奏する男性ウォーターフォンはステンレス製の共鳴器と円筒形のネック、そしてボールの円には長さと直径の異なるブロンズのロッドが取り付けられているインハーモニックアコースティックチューンドイデオフォンの一種である。共鳴器には少量の水が含まれていることがあり、映画のサウンドトラックやレコードアルバム、ライブパフォーマンスに登場するような生き生きとした 空気感のある音を出すことができる。この楽器はアメリカのリチャード・ウォーターズによって発明、開発、製造された。ウォーターフォンのサイズはスタンダード、ホーラー、バス、メガバスの4種類がある。一般的にはソリストが座った状態で弦楽器の弓やマレットを使って摩擦やストロークをすることで演奏し中の水に影響を与えることで発音される。これは ボールとロットの共鳴特性と水の動きを組み合わせたものである。ウォーターフォンの音はミステリーやサスペンスを呼び起こすためによく使われる。スーパーボールマレットはウォーターフォンを叩くための代表的な方法となっている。ウォーターフォンは60年代初頭に発明者が出会ったチベットの太鼓の音色に少量の水が含まれていたことに影響を受けた現代の発明品である。 また、同じく共鳴器と棒を使い、叩いたり弓で弾いたりするネイルバイオリンとも関係がある。このウォーターフォーンは美術館やギャラリーで展示され、サンフランシスコの公共テレビで放映されたアートノーツや短編映画セレスティアルウェーブなど、いくつかの短編ドキュメンタリーの題材にもなっている。ウォーターフォーンのパートを作曲した現代クラシックの作曲家にソフィア・グバイドゥーリナ、 ジェリー・ゴールド・スミス、ジョン・マッキー、クリストファー・ラウズ、コリン・マ・シューズなどが挙げられる。ありがとうございます。